今回は弾丸論破3未来編の登場人物を全員紹介していくぜ。未来編のキャラはみんな魅力的な人ばかりだものね。というわけで早速見ていこう。とその前に、今回の動画では弾丸論破全シリーズのネタバレを含むから、ご了承の上でご視聴していただきたいぜ。まずは皆さんご存知の主人公、超高校級の希望、苗木誠だぜ。弾丸論破シリーズを代表する主人公ね。もともとは超高校級の幸運だったが、江ノ島純子を打ち倒したことで、超高校級の希望、と呼ばれるようになったんだぜ。そういう移り変わりは、歴史を感じていいわね。で、未来編には NG 行動といって違反する都市に至る行動があるんだが、苗木の NG 行動は、廊下を走ることだ。真面目で普通な苗木くんらしいわね。そういうわけで、よく朝比奈に背負われて運ばれていた。ファンの間では朝比奈タクシーと呼ばれているぜ。呼び方もうちょっと何かなかったのかしら。続いては、苗木の相棒でありヒロインの元超高校級の探偵、キリギリ京子だぜ。今作では元超高校級の〇〇なのね。未来編は希望が峰学園の OB が活躍する物語だからな。そんなキリギリは今作でも頭脳派キャラとして苗木をサポートするんだが、実は、NG 行動が衝撃的でな。そうなの？どんなもの？苗木誠が生存したまま4回目のタイムリミットを迎える、だ。それってつまり、苗木を殺すか、自分が死ぬか、その2択を迫られるわけだぜ。恐ろしいわ。彼女がどんな選択を取ったかはぜひ実際に本編を見てほしいんだぜ。さて次は、同じく苗木のクラスメイト、元超高校級のスイマー、朝比奈葵だぜ。朝比奈さんも一緒にいるのね。今作では、苗木が分け合って未来機関のメンバーの多くから警戒されるんだが、そんな中でも彼女は明るく、苗木を助けてくれるんだぜ。彼女がいるだけで、なんだか安心感がすごいわね。そんな彼女の NG 行動はパンチ、キックを受けること。今作は今までのデスゲームではなくバトルロワイヤル方式だから、この NG 行動はかなり厳しいぜ。朝比奈さんはフィジカルが強いから多少は避けられそうだけど、それでも、複数人に囲まれたりしたら攻撃を受けてしまうかもしれないわね。どうにか頑張ってほしいわ。さてここからは未来編オリジナルのキャラの紹介に移っていくぜ。というわけで、次に紹介するのは元超高校級の生徒会長、宗像恭介だぜ。超高校級の生徒会長、肩書きからすでにすごいわね。彼は絶望の残党。要するに江ノ島の影響を受けた人物をひどく憎んでおり、それゆえに、他者をなかなか信頼することができないという欠点も抱えている。正義感が強いがゆえに、孤立してしまう人物なのね。とはいえ、周りのことを頼らないだけで、賢明な判断はできる人物で、ゲームの中でも、黒幕が苗木ではないということに気づいていたから、あえて彼を拘束することで、黒幕をあぶり出そうとしていたぜ。なかなか強引な方法だけど、有効そうではあるわね。そんな宗像は、未来編の中でも特に重要なポジションに立っていて、彼の心情の変化も物語の鍵になっているから、ぜひ本編でも宗像に注目してみてほしいんだぜ。未来編のもう一人の主人公って感じね、気になってきたわ。続いて紹介するのは、元超高校級の家政婦、雪染千紗だぜ。あら可愛い、お姉さんって感じがするわ。彼女は宗像と、交術する坂倉と希望が峰学園時代の同期で、特に宗像に関しては、学生時代から、好意を寄せているんだ。それは未来機関に入った今でも変わっていないぜ。殺し合いの中で広がるラブストーリー。とってもいいものね。ちなみに、弾丸論破3は未来編ともう一つ、絶望編という、2のキャラを主軸にしたストーリーがあるんだが、そこでは、雪染が主人公を務めているんだぜ。本編を見るときは、ぜひ交互に見て違いを比べてほしいぜ。そういう楽しみ方があるのね。なんだか面白いわ。さて続いて紹介するのは、元超高校級のボクサー、坂倉十三だぜ。さっき話題に上がった、宗像さんと雪染さんの同期ね。彼は未来編の中でも、特に癖の強い登場人物でな、仲間思いではあるものの、非常に荒々しい性格を持っていて、それゆえに最初の方は、苗木の敵として描写されていたんだぜ。攻撃的なのは困るけど、やっぱり何か理由があるのかしら？彼もまた、絶望に人生を大きく狂わされた人の一人だからな。その時に宗像を失望させてしまったこともあり、いろいろと必死なんだ。坂倉さんも大変なのね。とはいえ、終盤ではゲームの真実を明かすために、素晴らしい活躍を残した。代償として大切なものを失ってしまったんだがな。大事なもの。何を失ったのか気になるわね。続いて紹介するのは、元希望が峰学園学園長の天山和夫だぜ。この人は元超高校級ではないのね。それでも重要そうな人だけど。彼は苗木たちを未来機関にスカウトした張本人であり、同時に苗木と同じく、絶望の残党でも見つけてすぐに殺すことはせず、会心の余地を残すことが重要だ、と考えているらしいぜ。
なるほどね。こう聞くといい人そうね。そして彼は、このゲームに関する重要な真実を知っている。重要な真実？黒幕の正体とか？天眼はそれを、ゲームの途中で宗像に伝えたんだが、それがかなり衝撃的な情報だったため彼は思わず絶句してしまったぜ。そこまでのものだったのね。一体どんなものだったのかしら？続いて紹介するのは、元超高校級のスカウトマン、木桜光一だぜ。スカウトマンの才能、どんな生かされ方をするのか気になるわ。彼はその才能の通り、天眼の指示で苗木たちを未来機関にスカウトした人物だ。どうやら希望が峰学園に在籍していた頃も、生徒のスカウトを担当していたそうだ。なるほどね、超高校級になる生徒たちを探す仕事をしていたというわけね。そんな木桜だが、全キャラの中でトップクラスに NG 行動がきつく、未だにファンの間でも、語り草にされるほどなんだ。そんなにきついのね。どんなものだったのかしら？しかし、彼はその NG 行動をものともせず、大活躍を果たし、最終的に、ギリギリの命の恩人となる超重要な人物なんだぜ。それはすごいわね。かっこいいわ。未来編の中でも、かなりファンが多い人物だな。続いて紹介するのは、元超高校級のセラキスト、月光が原宮だぜ。超高校級のセラキストとなると、殺し合いだと才能を生かしづらいかしら？彼女は未来編はもちろんのこと、過去作からすでに活躍が確認されていて、普通に登場した、希望構成プログラムの開発者の一人として名前が挙げられていたぜ。そのため、未来編でも車椅子のモニターに物見が映されており、その物見でのみ、他者とコミュニケーションを取るんだぜ。ふむふむ、なかなかミステリアスなキャラになっているのね。彼女の正体は、今作でも屈指のネタバレ要素の一つだからな。その真実は自分の目で確かめてみてくれ。余談だが、このキャラは名前が公開されたあたりで、忍者がモチーフなのでは？と言われていたぜ。そうなの？とてもそうは見えないけど。どうして？彼女の名前をゆっくり言ってみろ。月光が、続いて紹介するのは、元超高校級のお菓子職人、アンドールルカだぜ。お菓子職人なのね。ってことはこの人も才能を活かせなそうね。いや、彼女に限っては一概にそうとも言い切れないんだぜ。というのも、彼女の作るお菓子には、波の中毒性があり、それを使った交渉術を得意としているんだ。なんだか恐ろしい人ね。また、彼女も NG 行動がきついキャラの一人なんだ。やっぱり今作は NG 行動が話の中心になっているのね。ああ、だがこの NG 行動のせいで、彼女は疑心暗鬼になってしまい、それが原因で人腹になるんだ。一体何が起きてしまうの？というわけでその人腹の、もう一人の中心人物である。元超高校級の鍛冶屋、いざよい宗之助の紹介をするぜ。超高校級の鍛冶屋。そう聞くとなんだか危険な感じがするわね。霊夢の予想通り、彼はコートの裏に様々な暗記を仕込んでいる。このゲームにおいては、かなり有利に動くことができるだろうな。そんな彼が、安藤さんと人波乱。嫌な予感がするわ。と思いきや、実は死ぬのはイザヨイの方なんだぜ。そうなの？イザヨイと安藤は学生時代の同期で、なおかつ恋人同士だった。しかし疑心暗鬼になった安藤により NG 行動を利用して、殺されてしまうんだ。そんな、最後の最後で恋人に裏切られてしまったのね。だが、彼は安藤の裏切りを責めることなく、彼女のためなら、年を受け入れた。ここは未来編屈指の名シーンだぜ。バトルロワイヤルの中のラブロマンス。素晴らしいわ。続いて紹介するのは、元超高校級の農家、バンダイ大作だぜ。超高校級の農家、今までいそうでいなかった人材ね。そんな彼だが、見た目から葉隠れや二代のような印象を受けるが、声優はあの釘宮理恵さん。アニメファンの間では有名な女性声優の方だぜ。私も知ってるくらい有名な方ね。このキャラの声優なの？一応、少年キャラの声優も務めたことがある人物だったが、それにしても見た目が見た目だったからかなり話題を呼んだぜ。それで、バンダイさんはどんな風に本編で活躍するの？彼は、宗像や雪染のような話の中心人物ではないんだが、序盤でかなり大きな衝撃を与えた人物なんだ。その活躍は、ぜひ自分の目で確かめてみてほしいんだぜ。なるほど。思わぬ大活躍を見せてくれるのかしら？楽しみだわ。続いて紹介するのは、元超高校級のアニメーター、御手洗陽太だぜ。アニメーターなのね、ということはゲームでは活躍できなそう？そうだな、彼の才能が発揮されるのは物語の終盤での出来事だぜ。それはそもそもこの才能が、ゲームとの相性が悪いだけでなく、訳あって、終盤になるまで才能を使うことができなかったんだ。そうなのね、才能を縛られるとなるとなかなか厳しいものがあるわね。それで、実際に才能を使うとどうなるの？それが、御手洗のアニメーターとしての才能には洗脳技術が使われていて、動画を見せるだけで、相手を意のままに洗脳できてしまうものなんだ。洗脳、
ちなみに彼のこの才能は、絶望編でも活躍を見せることになるんだが、それはまた別のお話だぜ。気になるわ。続いて紹介するのは、元超高校級の薬剤師、木村静子だぜ。超高校級の薬剤師、この才能はゲームでも活かせそうじゃないかしら？最初はそう思われていたが、このゲームでの殺人は基本物理的なもので、毒に侵されたメンバーに解毒薬を調合、なんてことはできなかったぜ。とはいえ、彼女の才能が全く活かされなかったというわけではないんだ。その辺は、ぜひ本編を見てほしいぜ。一体どんな才能の活かし方をしてくれるのかしら？気になるわ。ちなみに彼女は過去の出来事が原因で安藤と伊沢酔いから裏切り者認定されてるんだ。が、その理由があまりにもかわいそうでな。そうなの？どんな感じなの？一言で言うなら、狛江田に巻き込まれた。かわいそうに。最後に紹介するのは、元超高校級のレスラー、グレートゴズだぜ。最後の最後ですごい見た目の人が出てきたわね。彼は天眼のボディーガードを務めていたほどの人物で、なおかつ紳士的な心を持っており、苗木の味方もしてくれる。未来編のキャラの中でも、彼の人気はかなり高いんだぜ。イメージ的には、V3 の極原くんに似た感じかしら？そうだな、ファンの間からも特に人気なキャラの一人で、彼の活躍が視聴者の心の支えにもなっていたんだぜ。まさに清涼剤って感じなのね。こういうキャラがいると安心するわ。というわけで今回の動画は以上だぜ。30日間アニメを視聴できるサイトが概要欄から見られるので確認してみてね。面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。